スタートしました。うちの4番イティネラートルが高ダッシュでまずは体半分1馬身リードを取りました。6番のウルトラソニックと12番チャーミングアクト、その後4番手インコース、5番のスカイロケット、外に8番帝王ダヴィンチ、先頭まで3馬身の5番手、内7番サウンドブライアンです。外から10番メイショーホイール、1番ケルンキングダムで、さらには3番のサトノペルセウス、その後2番のワンダーカタリナ、9番ブレジールミノルは後ろから2、3番手、4馬身開いて11番のシベリアンタイガー、今日は最後方からの競馬です。600メートルを35秒0で通過、3、4コーナー中間にかかります。前は4番のイテネラートル、リード1馬身近く、2番手12番チャーミングアクト、外から8番帝王ダヴィンチ、先頭まで1馬身のところまで差を詰めました。インコース4番手5番スカイロケット、外からは10番メイショーホイール、間から6番ウルトラソニックに7番のサウンドブライアン、前は一塊で4コーナーをカーブ、直線コースに向かいます。4番のイテネラートルが先頭、リード1馬身、捕まえに行くのは8番の帝王ダヴィンチ、差が1馬身、また開いた、4番イテネラートル先頭、2番帝王ダヴィンチ、また差を詰めることが叶うかどうか、3番外のペルセウスが3番手争いに加わってくる、間からサウンドブライアン、内から6番のウルトラソニックですが突き放した、4番のイテネラートル押し切った、ゴール、2着8番の帝王ダヴィンチ、3番外のペルセウス、またしても逃げ切り、4番イテネラートル岩田未来、今日3勝目。